どうもこんにちは。スパイファミリーのキャラの中だったらロイド・フォージャーが一番好きな僕です。今日はスパイファミリーよりアーニャ・フォージャー、アーニャを描いていきたいと思います。アーニャを好きな人すごいたくさんいると思うんですけど、僕はどちらかというとロイドの方が好きですね。ということで今日は、シャーペンで軽く描くっていう感じのそれだけの企画なんですけど、最近ちょっとあんまり絵描けてなくて、そのリハビリ的な意味も込めて、動画撮影と、絵を描くっていうことのリハビリ的な意味も込めて描いていきたいかなと思っています。ということで、ぜひ作業用動画にでも使ってください。ではスタートです。なんかオープニング声ガサガサだったけどどうしたん？はい、ちょっとワクチンの副反応でちょっと今まで動画撮れてなかったんですけど、そのまだ残りというか病み上がりという感じで、まだ若干声が枯れてるのと鼻が詰まってるので、本当に視聴者さんには申し訳ないんですけど、聞き取りづらい声になってます。ご了承ください。そうなんだ。ということで今回は、アーニャを描いてるんですけど、冒頭でも言った通り、実は僕は、ロイド推しなんです。すいません。ということで、ロイドを、なんで好きかっていうと、やっぱスパイってのと、あのアクションとか、その仕事とかで、どんなに大変でも、娘とかアーニャとか、ヨルさんには心配させまいと秘密でいるところとかがすごいかっこいいなと思いました。めちゃめちゃかっこよくないですか？アーニャももちろん可愛げあるし、アーニャはもうそのロイドがスパイっていうのが分かってるっていうところも含めて、面白いなと思ってます。なんですごいアニメもね面白かったし、早く続きアニメやってほしいなと思ってるんですけど、なかなかねまだやらないみたいなんで、楽しみに待ってようかなっていう感じです。で、ちょっと話が変わって、最近ハマってるものの話をしたいと思うんですけど、最近1本前の動画でもちらっと話したんですけど、青春群像系のライトノベルの千歳くんはラムネ瓶の中っていうライトノベルにハマってるんですけど、ラノベはあんまり読んだことなくて、で本当に3作品目ぐらいなんですけど、読むのがこの通称チラムネっていうらしいんですけど、チラムネを読むのは本当に3作品目ぐらいで、で他に本当にそんなにないんですけど、ライトノベルは。今回一冊なんとなくフラッと読んでみようかなと思って読んでみたら面白くて、でもともとアニメとか漫画とかでも青春群像系みたいな作品が好きで、なんか一人一人のキャラクターをちゃんと深掘りしてて、でどちらかというとなんか学園系みたいな感じの雰囲気で、一人一人のキャラが割と立っててみたいな話が結構好きで、でそれでちょっと関連してこの作品も読んでみようかなと思って、一巻読んでみたらすごい面白くて、本当に普通っていうか、生活普通の主人公がまずスクールカーストトップなんですよ。でその中でもう人生もうイージーというか余裕なのかなと思いきや、意外といろいろ苦悩があったりとかして、で1巻目で引きこもり用の子がクラスにいるから、不登校の子がいるから学校に連れてこようっていう話なんですよ。でそれも普通だったらやっぱりなんか学校にいろいろ悩みがあって、その不登校の子にも悩みがあって、それを解決しつつ、しっかりと学校に連れてきてあげる、でちゃんちゃんみたいな感じを想像してたんですけど、やっぱそれだけじゃない。なんか結構その
不登校の子がひねくれてて、いやどうせお前なんか先生の、あのポイント稼ぎだろみたいな、好感度だけだろみたいな、別に来たくも本当は来たくもないけど先生のために言われたから仕方なく来てんだろみたいな感じで、うわそれ言っちゃうかと思って読みながら、まあ、そういうことをそれぐらいひねくれてるやつなんですけど、でも結果的にちゃんとあの学校に連れてこさせるというか、まあ、ちゃんと不登校を解消してしつつもう友達になっちゃうみたいな感じで、そのだから主人公は本当にすごくて、まあ、でもかといって本当に何でもできるスーパー超人で、もうなんかなんだろうなもう何の悩みもないのかっていうとそうでもなくて、主人公には主人公のまた悩みがあったりしたりして、まあいろいろ本当に、あそういうなんだろう、本当にそういうふうに考えていろいろ生活してるんだとか、まあ本当にそういう人とあんまり、もう本当にスクールカーストップみたいな超陽キャみたいな人とあんまり関わってこなかったから、超人学校の人気者みたいな人はあんまり関わってこなかったので、そういうまあ本当フィクションなんで実際はどうか分かんないんですけど、本当にそういう風に考えてあの生活してるんだみたいないろいろなんか物の見方じゃないけど人間関係であったりそういう部分でなんか新しい視点というか、普段自分とは違うものの見方とか考え方をしてて面白いなと思って読んでます。まあ、それ以外にもやっぱり一巻だけ、もうなんかずっとそういうなんだろう、その不登校のことのやり取りが続くのかなと思いきや、もう二巻からはもう全然違うまた話だったりして、まあ、それぞれまあ巻ごとにいろいろ問題があってその問題を解決していくみたいな感じなんですけど、今のところそれがまたすごい面白くて、でやっぱりその青春群像劇だけあって、やっぱりキャラ一人一人の考えてることとか、まあ、思ってることとかがあり、それを一個一個やっぱフィーチャーしつつ掘り下げながら、どう話を進めていくかみたいなところもまた面白くて、まあ、ただなんかの恋愛系っていうわけでもなく、まあ、友情もあり、なんかそれこそ本当に高校生っていう子供でも大人でもない微妙な時期にスポットを当てていろいろな心情の変化とかを楽しむ作品なのかなと思ってて、でそれがやっぱりキャラクターごとにやっぱみんないろいろ考えてることが違くて、でやっぱそれぞれ筋が通ってて、でまた別のことに悩んでて、でその壁にぶつかってまたいろいろどう対応していくか問題解決していくかで悩んだり、時には友達とね相談して解決したりとかの もうやり取りとか見ててやっぱ面白いなって、やっぱ自分どうしても自分はなんか生きていく、ある程度生きていけば生きていくほど考えとか凝り固まっちゃうような感じがしちゃってて、だからなんか自分と違う考えだったり違うような人生を送ってきた人の話とかを聞くのがもともと好きで、なんですごい余計刺さりましたね僕なんかには。なんかいろんな考え方とか物の捉え方とか問題解決の仕方とかいろいろあって、いろんな人生がキャラクターごとにあって、あそういう人生もあるんだなみたいな感じに思えて、なんかまあキャラクターはほとんど高校生なんですけど、同じ高校生でもなんかいろいろ出てきて全然キャラクターごとに違うくて、それが面白いなと思って、でそういう心の変化とか、まあ、問題解決とかを見ながら、まあ楽しみながら、最近は過ごしています。なのでよかったら、皆さんも読んでみてください。あんまり、まあ、僕よくブックオフで本買ったりするんですけど、ブックオフだとあんまりないんですけど、まあ、本屋さんとか新品でよければね大体売ってると思うんで、なんかラノベ、このラノベがすごいっていう大賞賞になんか2年連続選ばれてるみたいで、やっぱそれもまあ買うきっかけになったんですけど、すごいなと思いましたね。なんで刺さる人には刺さると思うので、
ぜひ買ってみてください。まあラノベっぽくないというか、まあまあ、どういうのがラノベっぽいっていうのが分かんないんですけど、僕的にはすごいなんか普通の小説みたいな感じで読みやすくて好きです。なので皆さんもぜひ気になった方は読んでみてください。表紙が可愛い女の子だから外で読む場合はカバーをするのがおすすめだぞ。
というわけでできました。今回はアーニャフォージャーを書いてみました。タイム記録が、33分18秒ということで、こんな感じで、まあ色塗ったのは目だけなんでそんな時間かかんないでできました。まあよかったら書いてほしいキャラとかあったらコメント欄に書いてください。まあ今回アーニャ書いたの3回目4回目ぐらいなんで意外とすんなりサラサラと書けました。よかったらこんな感じで書いてほしいキャラ、企画あればやってほしい企画あればコメント欄に書いててください。まあ質問とかもあればね、書いてくれれば、一個一個順番に答えていきたいなと思うのでよかったらお願いします。ということでスローバイバイ。